こんにちは、ビハイヤのとこいです、私たちはアニメ、ゲーム、漫画業界でビジネスマッチングの仕事をしている会社です。今回はですね、アニメ業界のちょっとニュースを取り上げていこうかなっていうふうに思うんですけど、今回は元 NMB48 で、アイドルをやっていた山田奈々さんが、声優に初挑戦するという、話題です。まあ、あの作品なんですけど、オリエンタルラジオ、あのお笑い芸人のオリエンタルラジオの中田敦彦さんの初監督作品、まあ、これもちょっと面白いなって思うんですけど、アニメの初監督をするらしいんですね。で、初監督アニメ作品で、ボーカル役として、声優に挑戦していくということです。まあ、あのやっぱりこう NMB48 みたいなところでですね、舞台に挑戦したりとか、あるいはこうバラエティ番組出たりして、こう本当にあのトータルでですね、やっぱりこう俳優としてのあの実力を蓄えてきていると思うので、やっぱりこうすんなり声優などもこうオファーが来たら、対応できるのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこうあの俳優とかだとやっぱりビジュアル込みで人気が出るっていうこともあると思うんですけど、声優は本当に声だけの勝負なので、ある意味すごくあのその人演技力とかが純粋にあの試されていくのかなっていうことで、すごくですね楽しみですね。あのアイドルが声優に挑戦するっていうのはあの結構あの例がありますけど、すごく楽しみな企画だなというふうに思います。そういうわけでですね、こうオリラジの中田さんとか、NMB48 元 NMB48 の山田奈々さん、好きな方はチェックしてみてはいかがでしょうか。